生、今回は、はい、2本目ということで2本目、はい、さらに優しいメニューになるのかななんて。あ、もうすごいやさやさで。あ、本当ですか。はい、もちろんやっぱ毎日継続しなきゃいけないから。そうですね、あんまりハードだとね、うん、毎日できるようなメニューをちゃんと作ってまいりましたので、はい、ありがとうございます。じゃあ今日も頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、どういった今日は。今日はですね、はい、下半身の強化なんですけれども、うん、下半身というと足ですよね、うん、でも裏も表もあるので、うん、まずは裏。僕はあんまり裏表のない男だっていうふうにみんなから言われるんですけど。優しくお願いします。わかりました、はい、じゃあですね、これは、モード、ローモード、はい、ここに L って出るんですけど、はい、それの15、真ん中ぐらい のスピードでやってみたいと思います、はい、まずはじゃあここの上にちょっと足を置いて、足を置いて、はい、寝ちゃいます、ペタッと、はいはい、寝た状態で、はい、かかと立ちのままお尻をグーッと上げていくんですけども、この時に、はい、腰でグーッと持ち上げないように、おへそが高くならないように、この鼠径部のあたりをまっすぐにしていくような感じでやっていきたいと思います、はい、でこれで慣れてきたら1、2、1、2と今日ちょっとキックを入れていったりしたいと思います。でこれを、20秒ほどやっていったら1セット目終了ですね。このまま足を乗せたりしながら、はい、気持ちいいというような感じで。今のはインターバル。インターバル、気持ちよくこう、ね、みたいな感じでやっていきたいと思います。もうすでにきつそうな気がするね、そんな気しかしないでは早速いってみましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ仰向けの状態になっていきましょう。はい、はい、この状態で膝を立てていくので、はい、こういう感じですね、はい、あ、なるほど、はい、まずこです。じゃあここからいってみたいと思います、はい、まずは15秒間やってみたいと思います、はい。じゃあお尻をまずは上げてみましょう。ゆっくり、おへそが高くならないように、はい、できそうですか。はい、足伸ばしていくで、今度は右足、右足伸ばして、そう、じゃあ次は左足伸ばして、はい、右足、はい、左足、はい、右、はい、左お尻落ちてる、お尻落ちてる、はい、はい、はい、あとじゃあ3回ずつ、はい、1、はい、2、はい、3、はい、もう1回でこれで終わりです。一旦、インターバル、インターバル、これコース、これが2分ぐらいでしたっけ、インターバルが。じゃあ10秒ぐらいにしますかね余計なこと言わなきゃいけない。これはまあ3、40秒しっかりとレストしてください、はい、じゃあいきます。はい、はい、しっかりとお尻上げていきますね、はい、じゃあいきますよ、せーの、はい、右足、2、3、お尻下がってる、お尻下がってる、呼吸も忘れないで、はい、そう、お尻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 、これお尻とハムストリングスなので、釣るまで頑張って、釣ったらダメ、もうちょっとでこ、もうちょっとでこ、もうちょっとでこ、はい、あと1、はい、2、はい、3、お尻下がってるって、はい、はい、オッケー、ゆっくりと下げていきましょう。次は立ってレストしてもらっていいですかね、じゃあ、はい、次なんですけど、おい、おちきついぞはい、次はじゃあ今ね、裏ももやったので、はい、次前ももいきたいと思います、はい、ここでちょっと私がじゃあやりたいと思いますので、はい、次はですね、はい、こんな感じでまずは正座のところから身を切って起き上がってきまして、つま先も立てちゃいます、はい、この状態で手を前に出します。で何するのかな、これも空気椅子、まださっきもやった気がする。でこれもお尻をギュッと下に下げていく感じで、こう後ろに下がっていく感じで、ちょっとお尻をグッと下に下げていく、はい、この状態でプルプルプルとここに前ももに効いてきてますので、はい、この状態でちょっとキープしていくような感じでいきたいと思います、はい、じゃあ行ってみましょう、はい、もう行くんですね。これ名前は何て言うんですか。これはニーリング空気椅子。ニーリング空気椅子、はい、今日命名しました。なるほど、僕も命名したいと思います空気椅子。はい、じゃあですね、ここからいきますよ、はい、で30秒いきたいと思います。ゆっくりじゃあお尻を後ろに突き出していくような感じで、突き出しすぎかな、うん、これぐらいで、で後ろに後ろに、はい、ここでキープ。結構ね、あの優しそうに見えてるんですけども、もう少しで後ろに下がっちゃう、下がっちゃう、ここでキープ、体が後ろに倒れないように、はい、この状態大丈夫ですか。大丈夫。じゃあつま先を伸ばしちゃう、うん、はい、伸ばしちゃう、ほい、おいほいおい、伸ばすと起き上がる、起き上がる、はい、後ろに下げる、起き上がる、起き下げる、もっとお尻使って、前もも使って、前もも使って、はい、お尻使って、はい、前もも使って、はい、前もも、はい、前もも、はい、もう一度前もも、はい、前もも、ここでキープ、1、2、3、呼吸してない？5、6、7、8、9、
オッケー。終わり？レストレス。レストレス。そんなきつくなさそうですよね。まあ。じゃあ次もう一度同じポーズでいきたいと思います。はい、じゃあまっすぐ伸び上がっていきましょう。はい。この状態から若干後ろに、多分この辺が一番辛いかなと思うので、そこでキープをしていきたいと思います。後ろに。腰に来ないように、そうですね、それでキープしていきたいと思います。ここから30秒、はい、1、2、3、呼吸して、4、5、16、17、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、もうちょっとですよ、あと半分ですよ、はい、14、18、19、20、21、22、呼吸、20、24、25、前もも、26、27、28、29、30。お疲れ様でした。レストレスレストレスレスト早。ああ、前もも、前ものもの呪い。はい、このトレーニングは前ももと裏ももでここまでになります。はい、全然楽々できたじゃないですか。全然楽々じゃねえよ特に今回は前もも、はい、前ももきますね。前ももいい感じに来てましたか。いい感じかどうかわからないけど、はい、先生、今回のレッスンも非常にしんどかったです。はい、ありがとうございます。そう言っていただけるとちょっと嬉しいです。今日のは、メインに聞くのが下半身なんですけれども、はい、裏ももの部分と前ももの部分両方あのパートを分けてやったので、前回ってスクワットなんかだと下半身全部の強化なんですけれども、うん、まあ、パートを分けることでよりあのどこに効いているのかを確認しながら自分でできると思いますので、うん、はい、この座る時間がすごい皆さん今長くなってるかなと思いますので、うん、そういった方にすごいおすすめのエクササイズになります。僕たち今ね、あの歩く時間がものすごい減ってしまったので、座る時間ばっかりにね皆さんなっていると思いますので、僕たちだけじゃなくて多分多くの人たちがそういった運動量が減ってるんじゃないかな。そうですね、こうやって無理やりにでも足に刺激を入れて、はいはい、あの階段をさっそうと登っていただきたいと思います。なるほど、今回は前ももだったと思います。はい、これは週に何回ぐらい。これはそうですね、やはり家にいる時間が長ければ長いほど毎日やってもいいのかなと思います。ね、あとは筋肉痛に合わせて、はい、筋肉痛がひどい時はやらないとか、うんうんうん、そんな感じでいいかなと思います。なるほど、じゃあ先生、今日のエクササイズもありがとうございました。ちょっとも楽じゃなかったからなかなかド S になれない。ド S の私出てこい。ドクターエアの EC ショップボディープラスでは現在お得なキャンペーンを実施中です。ぜひご覧ください。